これなんだ。いえ、マーチといると心が落ち着くんです。あなたは矢の目の祈祷師様ですよね。なぜ私たちと同じ荷車に？それは村の娘でしょう。集合命令を聞いていなかったのですか。皆さん喜んでください。今年は幸運にもこの村が選ばれました。あの、別にお酒を飲みたいわけじゃないの。体にいいものを探してて。いや、だったらフシさんと二人でお散歩したいわ。それなら邪魔にならないでしょ、店員さん。お前はこの地の情報を収集し保存するための装置だ。それを作ったのがこの私だ。私はいわばお前の親のようなものだ。俺、ここの使用人でグーグーって言うんだ。君の名前は？不死身だからフシ。そのままじゃん。ねえ、サケジ、この人を案内してもいい？ばあさん、また一人で勝手に食べ始めてる。みんなが揃ってからっていつも言ってるじゃないか。おい、フシ、早くしろ。みんなで飯食うぞ。この人は隣が見つけたの。だから隣のものだよ。逆らったら今度は猛毒を使う。じゃあ一人ずつ名前を言って。あんなのしょっちゅうだから早く慣れた方がいいですよ。俺もそう思うよ。だから俺たち兄弟は毎日こうして働いてるだろ。まずは金をたんまり貯める。加えて不死身ときたか。まいった、俺の手に余る素材だよ。一体どこで手に入れたんだ、ばあさんよ。矢の目が捕らえておった。いろいろあって釣り回しとる不死身の怪物じゃ。ダメだよ、そんなことしちゃ。だから今は死なないようにじっと耐えてるの。出ていくチャンスを伺いながらね。おい、弓返せ。みんな君と仲良くなりたいんだ。だって島尾さんの最有力候補だぜ。そう、きっともう収容されてると思うよ。安心して、ここへ来る人はみんな次第に笑顔になっていくんだ。でもそれってどっちの意味だろう。わかった、気に食わないんだな、角鹿のミルクじゃないから。でも仕方ないだろ、最後のはもう1年も前に死んだんだし。お腹空いて死にそうだよ、ママ。あらあら、うさじろうったらかわいそうに。ママがご飯作ってあげるわね。できたわ、おとげ。おいしい、さすがママ料理上手だね。